グルートフォンテーンは、ナミビアの都市。ナミビア北部に位置し、オチョソン・デューパ州に属する。国道 B8 号が通っており、南の首都、ウィントフックや東のカプリービ回廊と連絡している。また、トランスナミブ鉄道の北の終点でもある。グルートフォンテーンとは、アフリカンス語で大きな泉を意味するが、これは、グルートフォンテーンの近くに、 大きな熱水戦があることに由来する。グルート・フォンテインは1885年、南アフリカ共和国からアンゴラに向かっていた、ボーア人の一団が建設した。彼らはそのまま北進し、アンゴラのルヴァンゴ市を建設したが、アンゴラ内陸部に勢力を伸ばそうとしていた、ポルトガル政府と対立し、ルヴァンゴはポルトガル領となったため、ボーア人の多くは引き返してきて、 グルートフォンテーンに定住し、ウピントニア共和国の建国を宣言した。しかし1887年には、その宣言は放棄され、やがてこの地に進出してきたドイツによって1893年、ドイツ領南西アフリカの一部に組み込まれた。グルートフォンテーンと北西の爪部、それに西のオタビとを結ぶ三角形の地域は、オタビトライアングルと呼ばれ、 乾燥したナミビアでは珍しい穀物生産地域となっている。オタビトライアングルのた都市と同じく夏は緑豊かだが冬は非常に乾燥する。春になると街中にはジャカランダやホウオウボクの花が咲き乱れる。この街には1896年にドイツの守備隊が置かれたが、その駐屯していた建物は現在では博物館となっている。 町の北西にある鉛やバナジウムの二つの鉱山が町の経済を支えていたが現在では閉鎖されている。グルートフォンテーンの西2 4トルの地点には世界最大の隕石であるホバ隕石が転がっている。ありがとうございます。